郎さん、おはようございます。おはようございます、野郎です。はい、やってまいりました。はい、兵庫県伊丹市にありますゼニスコートグランスロスさんです。はい、はい、2回目っすね。2回目。1回目今年の頭かな、正月っぽいから絆打ちますっていう時に来て。そうですね、はい、全然ダメだった店ですね。こびてください。はい、いや、その時の話なんでね。あ、その時、はい、燃えかすです、ね、その時は、まあ、今日は分からん、はい、では今日コビドル、はい、燃えかすでね、あの味噌くそ言われるのが嫌でコビドルに呼んだから。ええ、まあまあ頑張っていきましょう。はい、じゃあ、はい、本日のお題、はい、本日のお題はこちら、バン、写真を撮ってギャラゲット。写真を撮ってギャラ、はい、はい、まあ、今日のお店のこのグランスロットさん、奇跡の1枚選手権と題して、お客様に、スロットに関する写真の投稿をしていただく企画をされてるんですよ。一応あの店頭になんか QR コードがあるらしいんですよ。はあ、でそれを読み取るとなんか送信用のフォームに行くとか言って、はあ、で、まあ、とりあえずそれ読み取ってもらって写真を送ると、はい、ですので、まあ、ヤルオさんも今日こう島を歩いてもらって、はい、プレミアや熱い演出、はい、レアな写真お客様に撮らせてもらって、はい、まあ、それを投稿してもらおうっていう。対象が何かもらえるならいいけどね。設定6打ち会見とかね。昔っぽいですね。昔っぽい。昔だったら絶対あったね、そういうの。そうですね。うん、まあでもまあ他のお客さんはない中、ヤローさんはギャラがあるって。ああ、そうか。そうかそうか。すいません、僕だけ。いえいえいえ。でまあ基準が難しい。はい、いや、ね、だってそんなんさ、なかなか撮れんよ。まあでも一応お店さんは、まあ、スロットで関する演出とかならまあ何でもいいよとは言ってるんですけど。ああ。まあでもせっかくだったらまあ狙いたいということで。レアなやつ。まあ例えばハーデスだったら、まあ上乗せ、ハーデスの上乗せ300ゲームじゃ平均じゃないですか。はいはい。だったらまあ500ゲームとか、まあ、平均超え400とか。平均超え。もうそれでいいんじゃん。送って大丈夫です。まあ、とりあえずレアな演出を集めるってことだよね。レアな演出。はい。では報酬の方は。1投稿か。だから投稿に値するレベルってコヒが判断したら1件1000円。それでは本日のミッション、グランコートゼニスさん、違うな、グランスロットゼニスコートさんでレアな写真を撮って投稿して大賞をつかみ取れ。やっていきましょう。グランスロット伊丹にお越しの皆様、連休いかがお過ごしですか。聞くだけ野暮でしたね。皆さんスロットに来られてました。はい、で本日ね、コビドルで来させてもらいまして、まあ液晶機付きの台打たれてる方はプレミアとか、まあ、薄いフラグとかありましたら、あのぜひ呼んでお声掛けしてください。開店からこれ、そう、今日のミッションが奇跡の1枚っていうレアなやつとかが出たら写真を撮るというミッションで、開店で20分でゴッドはもう奇跡だから、奇跡の1枚、はい、撮って。僕が撮るんですね。やったらやったら、まあ、平均300だから超えていくわ。イメトレはできた、イメトレはできた、イメトレはできた。おい、違うよ、こっからだから、こっからだから。すいませんでした、すいませんでした。いや、これはけど
意外とっすね。あ、係数いけないかもしれない、ね、だからね、こっからこっちからもね、やっぱ声かけ、あ、すごい、何、何でそんなに乗ったんすか。あ、すごい、あ、すごい、700乗ったんす。わわわ、やば、うまい、おお、すごい。ちょっとジャッジメント見してください。次いきますよ。これ、これ何発目ですか。2発目。最初は犬、じゃあそろそろペル、ペル、ペルぐらい、ペルぐらいが来る。ちなみにさっきも1回ハーネスやったんですけど100でした。そうそう、これね、嬉しいのが、これちょっと紹介したいんですけど、今月来る演者さんのおすすめ動画って言って紹介してくれてて、まあ、うちだと、まあ、リスキーな誰かみが天井めぐれの回と、あの絆のねやつ紹介してくれてて、まあ、ちゃんと見てくれてるから、ミリゴレ天井目指すなら絶対見出せる動画です。ミリゴレ天井目指すやついねえから。結果そうなっただけだから、別に天井行くぞと思って打つやついねえから。何ちゅうタイミングや、感情のジェットコースター、この2つの名言が忘れられません。で、こちら絆ね。で、ティナさんね、栄養オタク詳しいんだよね、この人ね。そうそう、だから推しか、まあ、勉強になる勢と、まあ、エンジョイ勢のね、まあ、ありがたい、そういう店好きよ、うん、いい店ですわ。終了っすね。いやいや、気づいたんだよ、これは別に今日じゃなくてもいいわけよ、お店がやってるのはね。あなたが持ってる奇跡の一枚を送ってくださいな。あるな、んかすげえレア、レアなあるプレミアム。ええ、すごいじゃん、見してる、ミルクラでまんまよ、すげえわ。うわ、すごいすごい、全部9だもん。ありがとう。うん、件数がね、多分集まんないんで、そっちの方がいいと思います。だからそしたらもうすっげえのが集まるから、これも対象取れるから、1位から5位まで今日の集めたのでも独占しちゃうと。もうちょっと張り付き、張り付いとこ。おーおーおー、ライン送れ、バイブ、おい、ナイスゴット、ナイスゴット。あの二人が持ってる一番レアな写メ見してください。これすげえみたいな。あー、やばいやばい、え、テーマ覚醒でしょ、やば、すごい、先生のまんまいぐらい。あー、すごいすごいけど、あ、いいいいいい。これで 何件になった？7件。7件。マジ？なんかさ、スロットのさ、レアな写メとかない？レアな写メ、プレミアとか。ちょっと増えた、ね、増えたね。2件。2件だけ。じゃあ俺もやってやるわ。まあやっぱこれじゃない？すごいじゃないですか。あー、やっぱね、ドヤ感あるやん。まだ見るけど、なんかレアなシャネとか持ってないから、プレ
ミアとか。あーいいっすね。あいいっすね、すごい。あーあー、素晴らしい、ありがとうございます。すいませんすいません、また100かもしれん。あ、ありがとうございます。なんかスロットのレアな写メとか持ってないですか？プレミアとかいっぱい入れたやつとか。レアレア、これ使えます？使える使える、ちょっと違うけど使える。何本乗ったの？100やんけ。煽り煽りみたいな。煽り煽り煽り。あらららららら、はいはい。あ、3なの？もう3なの？3なのね。いきますよ。いや、超ベルだから行くから、もう4桁行くから、歴史を作ってやるよ。50% でちょうよね。 50% でちょうよね。4桁いけます。閉店まで行け。まだある。まだあるよ。まだあるからね。そんなもんじゃないからね。あるよ、どうだよ、違うから。違う。あら。あるよ。どこに。いかんのかい。違うよ、まだよ。よっしゃ、10本せえや。よし、ちゃんとせえよ。やば、終わら、閉店まで終わら。あぶれ。いや、まだよ。やばい。よかった。いや、もっといけたけど、枚数も増えた。矢野さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとか件数集めた感じですけど、まあやっぱそのライブではなかなか難しいね。難しいですね。でもフリーズとか
かもやっぱその瞬間ですからね、過ぎちゃうから。まあでも、はい、まあそれで集めた結果、皆様のご協力のおかげで13件、はい、ありがとうございます。1000円でやったんで、はい、13,000円、ありがとうございます。ペペペペペ、今あの撮った画像、もらった画像は全部送らせていただいたんで、はい、で一応、まあ、その後第2のミッションなんですけど、稼働がめちゃめちゃ高い、はい、一応空き台でチョイスはしたんですけど、はい、第2のミッションしますか。しまーす。空き台で、まあ、前回しなかったんでね。あ、そうですね、はい。君に決めた。バーゲーン。本日第2のミッションはこちら。激闘乱舞 in 上海に入れる。争点2っすね。これ絶対当たらず終わるタイプのミッション。じゃあ行きましょう。激闘乱舞 in 上海に入れる。久々やね。動画で初めて打つんじゃないかな。あ、そうかもしれないですね。アンリミテッドリールっすね。アンリミテッドリール。争点あるある、はい、この上の竜の焼くものがめちゃめちゃ壊れやすい。あ、いや、噛まなかったりする、動かなくなったりするす、ね、とか、なんかずっと噛んだままとか、とりあえず中段チェリーを引かな話にならんやろ。はい、中段チェリーでも 25% なんで。お、ああゲーム数、ゲーム数、はい、争点のゲーム数はもうほんと薄いっす。ああ、そう、冷やかし、はい、ないようなもんっす。まあ、宿命の時に入れてしまえばチャンスは、ね、かなり。どんぐらいなの大体。体感は3回に1回ぐらいですか。ああ、そう、平均1セット目が確実に継続なんですよ。2セット目の継続がうまくいけばオーラ昇格チャンスが3セット目にあるんで、はい、お、熱そう。これ何、白、黒の上、黒、はい、え、ブッシュで追加点。争点はあれがめちゃめちゃあります。プッシュが安いんだ。プッシュが安いっす。プッシュが安くてこういう、おい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 、あ、スイカ。当たった？いや、25%です。25%、今今日チェリーを引いた、はい、でも天国だったら 100% なんで。天国じゃねえやろ。あ、いやいや、もほ、あのモードが、モードの天国とか、あの北斗と一緒っす。ああ、状態ね。あ、状態、状態が天国です。天国じゃなくて降格ね。降格っす。ダメやった。争点は確か、おおお、おう、うまい、また引いたよ。定格でももう 25% が2回だから、 50% みたいなもんやけどね。いやいや、 50% にはならないですけど。ならないんだ。とか、あとここのランプが点滅したりするんですよ。ああ、そしたら、その天国、お、騒がしい、おおお、おお、すげえすげえ、めっちゃ低い、すごっ。もう当たってもいいんじゃないかな、そろそろ。そう思っちゃうっすよね。まあ、あの今日チェリーでも天国以降の抽選してるんで。もう当たったろ、なら当たってくれな、困るよ。当たって、もう5000円めっちゃけん、こっちも。ああ、けど弱いやん。いやいや、ここから倒してって、
この次はいかんと。お、強パターン。そういうことね。あー弱い。おーおーおお、当たった。当たったの？よし、マトリックス。投資が5000円、369ゲーム。うまい。ヒーロー。これで倒せばいいんやろ？はい。ちなみに1回目はチャンス。チャンス？あの確定、継続確定なんで、まあ安心ですよね。チャンスっていうか。倒せばいいんやろ？倒せば激トラブよね。はい。引き分けだったら次セットよね。はい。オッケー。やったるわい。いやここ大事よ。もう5000円やけんね、投資。うまいうまい。残りの何千で当たる保証なんてないんやけん、はい、一発目で刺しちゃおうよ。でもっともっと早く当たらないと思ったんですけどねってまた言わせてやるわ。いや相当うまいっすよ、5000円でも。勝負がいいのやっぱ勝負だと確かもう。あレイヨーレイヨー。まあけどここは継続ってことやね。はい。セリフとかでも。ああそうなんだ。ある継続したい。だからここは諦めて次に行きたいやね。そうですね。もうこうなると倒すことはない。ああ。一応復活とかも。おう。弾き返した。弾き返した。これはかっこいいんですよね。かっこいい。ふん、やるじゃないよ。ここがガチ抽選なんで、継続抽選してるんで。はい。ここからね。ここね。ここね。小役を引いて。お、あ、ショパネル消灯。お。変われ。ショパネル消灯したのに。安いんですよ。安いんだ。安いんですよ。あれでチェリーとか揃ったりもするんですよ。ああ。ただ継続、せめて継続。ああやばい、やばい。やばい。10代か、はい、いやこうなるときついっす。100枚だし、もう当たらないかもしれない。一発目でやっぱ仕留めないかんかったんよ。そうですね、3セット目までやっぱ行きたかったですね。レイオが来たらもう終わり感半端ないですね。そういうことでしょ。もうラオウの豪勝花見っすもんね。あ、存在が豪勝花、はい。取りました。ジャック。おおおお、あるよ。ラストチャンスよこれ。チャンスだ、チャンス。でこれで頼む、ラスト。弱い弱い。ナイス、ナイス、はい、終わった、終わった。ヤロさんお疲れ様でした。ずいの。いや行くときは行くけどね、展開が。まあ一回チャンスはあったんだけどね。やっぱ。
セットまでいかないとやっぱきつい。そうなんだ。あの展開がやっぱ一番きついっすからね。一番ダメなパターンだった。はい、残念ながら大のミッション失敗です。どうしますかどうしますか。もうクソも4時まで終わらない関係、あと1時間半しばらで飲まるし、口声がすいません。こうやってコビドルなのにお金がなくなっていく。矢野さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、一文化すも終了して、一文化すも負けたんだけど、まあ、最後にさ、赤七の大根を頼まれてやったんだけど、まあ、エクストラに入れて、まあ、12個ぐらい乗せたわけよ。はい、まあまあまあ、凱旋打ちたくなった次頑張ります。はい、僕初めて来たんですけど、悪くなかった。店員さんとかまあね、協力的よね。すごくコビドルをするのにやりやすい環境は作ってくれたね。雰囲気はすごいいいお店だった。もともと僕は兵庫県の人があんまり得意じゃないって言ってたんですけど、まあ、今日来てくれた子とか代行とかそういうミッションに協力してくれた人たちはね、本当にフレンドリーで気さくな方たちで、ちょっと好きになりましたありがとうございます。また来れるように頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、そうね、ハーデス、まあまあゴッドゲーはすごく活気があったね。条件的な話で言うと、まあ、3連休の中日で、まあ、基本的にはパチンコさんが回収しがちな日に、で、まあ、特にコビドル、まあ、オープニングでもちょっと言いましたけどコビドルでっていうので、まあ、俺は正直出してねえんだろうなまだと思ってたわけよ。あ、まあ、って思ったら出てたんじゃないかな、まあ、よかったんじゃないかな。そうですね、はい、今後もよろしく頑張りたまえたまえコビドル、コ